撮影中にストロボが倒れて、ストロボが発光しなくて主役あれだけで撮った写真がこれなんですね。でこういう時ってよくあるじゃないですか、ストロボが発光せずに、あるいは露出がすごくアンダーで暗い写真になってしまったってことありますよね。じゃあその時どうしたらいいのか、暗部にデータがあるということで救われるのではないでしょうか、ということで救ってみたいと思います。わかりやすく簡単にやるために、まず基本補正を開きます。自動補正をかけますね。はい、クリック。ではこれをもう少し露光量を上げましょう。それからシャドウも上げましょう。白レベルも上げましょうね。はい、黒レベルも上げていきましょうか。暗い写真をいきなり力技で明るくしようとするとノイズが出るんですよね。わかりますか、ノイズがほらね、という具合に出るので、ここはディテールで滑らかにしましょう。滑らかにするためにはこのノイズ軽減をぐっと右の方へ持ってって0から100にすればいいんですが、のんべんだらりという写真になるので真ん中辺の50あたり私はします。そしてカラーノイズ、これは25というふうに最初からなってましたが、これもカラーにノイズを出したくなければ同じように真ん中あたりに持っていきましょう。でこのあたり暗い部分をいきなり開けると偽色が出ますね。ここにはなかった色が出てきます。影のところに偽色というのが出てきます。これをモアレと言います。モアレの軽減のやり方は私の YouTube の番組で画像処理のやり方を解説していますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。ではこの画像をこれだけ明るくなりました、ディテールで滑らかにしました。もう一回基本補正に戻ります。霞の除去をちょっと足しますね。霞の除去というのは霞がかかったような緩いところをちょっと締める役割みたいなのがあります。次にテキスチャーを下げて明瞭度を上げます。すると質感が出てきます。髪の毛の質感が一本一本で、次にトーンカーブです。トーンカーブでこういきなりこの部分を真ん中あたりをね、顔の露出があるところを上に上げれば明るくなっていくんですが、中間調がね、で部分的に明るくしたいというところありますよね。じゃあ戻ります。コントロール Z で戻ります。そういう時にはここ、これパラメトリックカーブターゲット調整ツールと言います。これをクリックします。ポインターを置いたところがここ分かりますか、これが移動するんですね。ちょっと見ててくださいね。ほっぺたのあたり、ここですね。はい、こういうトーンカーブになりましたね。ちょっと焼き込みましょう。はい、次に少しシャープさが欲しいのでもう一回ディテールのところに行ってシャープさを出します。あまりこれやりすぎると周りが強くなります。ではフォトショップ編集画面に表示させましょう。では開くをします。はい、開きました。この辺りに影のところモアレが出てきています。それでこれでもいいんですが、これをさらに救済していくためにコピーを取ります。そしてここですね、背景レイヤーの位置に背景のコピーをどれぐらい元画像に合成させるかと、ここから選ぶんですが、どのモードで重ねるかと、オーバーレイでやってみましょう。不透明度は 50% ぐらい。次にソフトフィルターを使ってほんわりとさせたいという時にどうやってやるか応用にいきたいと思います。これをですね、白黒写真にしていきましょう。調整レイヤーから色素サイド選んでサイドを0にします。ではこれを統合します。コントロールシフト E で統合です。次にこのモノクロのレイヤーをさらにコピー取ります。この背景のコピーにぼかしを入れます。以前30年ぐらい前にミノルタというカメラメーカーが出していた α9、 もちろんフィルムカメラですけれども、カートリッジを入れれば自動的にソフトフィルター使わなくてもふわっとしたソフトがかかった写真にしてくれるという機能がありました。それはこのやり方を使っていると思います。1枚できちんと写真を撮っておくと、シャープにシャープにね、2枚目でぼかしを入れて、そしてそれをブレンドすると混ぜるというやり方だと思います。同じことをフォトショップでやってみたいと思います。この背景のコピーをぼかしたいと思います。フィルターからぼかし、ぼかしのガウス、これをクリックします。はい、25にぼかしたレイヤーをと下のシャープに映った画像に対してふわっとした写真が映りますので、こういうところのモアレが目立たなくなります。スクリーンで合成してみたいと思います。
30% にしましょう、はい、これを統合しましょう。コントロールシフト E で統合、はい、1枚の画像になりました。ここ目だけシャープにしていきます。まつげだけを認識させる感覚ですね。これに対して右クリックで境界をぼかします。ぼかしの半径は5ピクセル。 OK。 次にフィルターからシャープ、さらにシャープの中のスマートシャープ、はい、OK。 はい、もう一つこちら側、これも右クリック境界をぼかす、フィルターからシャープ、スマートシャープ、はい、さっきの設定と同じです。はい、OK。 そうするとこの目のところがシャープリピントがあったようなソフトフォーカス写真になりました。次に顔だけが明るくなるようにしておきます。新規レイヤーを作りました。ではこれに周りを焼き込んだように周囲を暗くしていきます。グラディエーションツールを選びます。明るくしておきたいところから上下に持っていきます。そうするとここが中心となって周りが焼き込まれていきます。ではやってみましょう。はい、これでいいと思います。でこの焼き込んだレイヤーのでもここもどれぐらい混ぜるかって、これも 50% にしましょう。で混ぜる合成モードはソフトライト、これをコントロールシフト E で統合です。はい、統合されました。さらに明るさコントラスト、はい、これも不透明度を70ぐらいしましょう。最終形です。真っ暗なポートレートがこのようにソフトフィルターで撮ったようなポートレートによみがえりました。また皆さんも真っ暗な写真ができちゃったもうダメだと思わないで一回ねやってみてください。素敵な写真が蘇ることがありますよ。ご視聴ありがとうございました。皆さん最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。ボンジュールフォトチャンネルでは写真や映像を通じて皆さんの人生がもっと豊かにハッピーになる番組を目指しています。チャンネル登録いただけると嬉しいです。今回はこれまで。次回動画配信をお楽しみに。ではまた。 See you again!